たくさんいろんなところから来られた方がいらっしゃい、いらっしゃいますよね。じゃあ岡山、岡山。じゃあ次サインサイン。はいはいはい。じゃあ次広島、広島。じゃあ次ファイナー！
Yeah!
ミオ、ミオ正解ですよね。まあ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 、ということで、ケーキ登場。イエーイ。え、本当にケーキ？はい、じゃあ後で見しましょうか。はい、なんとね、はい、さっきも言ったんですけど、みおちゃん13歳になりました。はい、ということでね、みおちゃん13歳おめでとうということで、はい、みんなでお祝いの歌を歌いたいなと思ってるんですけど、皆さん歌ってくれますか？小学4年生の秋でした。姫がチーム AJ に入って初めてのレッスンの時だったよね。同い年だと聞いてびっくりしました。てっきり年上だと思っていました。とても大人っぽかったです。はい、ありがとうございます。でも話をしてみると天然で面白くてすぐに仲良くなったよね。はい、鳥取に大きな地震が来て何かしたいと社長さんに相談した時も一緒だったのがみおちゃんでした。それからずっと一緒で時には喧嘩したりもするけど、いつの間にか仲直りしてて、姫はみおちゃんが大好きです。一足早く13歳になっちゃうけど、姫のことを忘れないでね。ちょっと待ってください。これからもずっと一緒にいてね。はい、大好きなみおちゃんへ、ゆめより。ありがとう、ゆめさん。まあね、はい、そういうふうに、もう一つ、皆さんに言うことがあるみたいな。あー、そうなんですよ、皆さん。そうなんですよ。そうなんですよ、皆さん。なんとですね、実は、事務所の社長さんもね、4月が誕生日なんですよ。それ一番知りたいやつ。